はい、こんにちはっす。今日は久々の一人です。もう一人というとやっぱりこれですね。ドッキリやっていきましょう。皆さん見ての通りね、ドッキリが好きなんですよね。愛ちゃんに対してのドッキリがなかなか好評ということで、今日もドッキリやります。そのドッキリは題して、嫁が家に帰ってきて旦那が一人でしていたら優勝ということでね、これをやっていきます。今日はそのままです。帰ってきた時に僕が一人でこちょこちょやっていたら、愛ちゃんはどんな反応をするのか。まあドッキリというよりは検証ですかね。いたずらとも言えます。どういう反応するのかね、もうカメラで撮っていきたいと思います。多分なかなかいい映像になるんちゃうかな。多分びっくりしすぎてもう家入ってこうへんのかなとか、もういろんな予想がつきますけど、皆さん温かく見守っていってください。それでは VTR ドッキリスタート。これでエアコンをつけて、ここでいくか。これでいい、これでいきます。ぽいやろ。この辺で楽しみにしてください。いよいよ帰ってくるでしょうか。そろそろ帰ってくると思います。いい、こんなもんか。ただ手の動きがこうなだけです。どういう反応するのでしょうか。なかなか来ませんが、ちょっとリアルに足出しててれー、キモいです。キモくありません。キモしてません。何もちょっとしといてあげようかなみたいな。あかんもん見たな、思った、ルイタ一人の時間も大切かな、思った。変やって思ったけど、布団かぶってないし、初めて目の当たりにした感じで、びっくりしてましたね、今のは多分。皆さんどうでしたか。反応は薄かったですかね。静かにしなあかんと思って、驚いたら一回出た、終わるまで待とうかなみたいな、帰ってきてないことにしようと。あんまりびっくりしてない、やってそうやったから。やってそうキャラと言われましたね。ちゃうねん、ドッキリやねん。けどビビってましたね。って感じで大成功でした。びっくりして家を出るというね。というわけでした。びっくりはしてましたね。びっくりじゃない、引いてた。あ、引いてただけでした。ドン引き、ドン引きされました。ドン引きすぎてもう実家帰ろうか思ったらしいですだから一回出たみたいな。もうとりあえずちょっとだけ成功ということにしましょうですね。気付けや、今後、今後はちゃんと気付けてやっていきたいと思います。やらんといて。そもそも布団は被らないですからね。あ、そうなんやまあけど愛ちゃんも喜んでたということで、喜んでた僕の新たな一面を見れたということで、ちょっと喜ぶんや。喜んでて喜ん
しや隠し事はなしということですね。タコやなのでこれで頑張りや。感想は生々しいな。アホやな。男ってアホです。では、では半分大成功ということでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。さよなら。さよなら。バイバイチーン。やめや。